始まるよ。再生ありがとうございます。こんにちは、りちゃんです。今日は3月28日発売の Wiz 5月号雑誌付録をレビューしていきたいと思います。3月28日発売の Wiz 5月号なんですけれども、雑誌付録がこちらジルスチュアートのマルチカードケースピンク版になっております。こちらは色が選べるタイプの雑誌付録になっていて、増刊号の方がデニム生地のカードケースになってるみたいです。ジルスチュアートの雑誌付録ということで、めちゃめちゃテンションが上がっております。そしてその雑誌付録がじゃじゃん、こちらになります。 Wiz のジルスチュアートマルチカードケースのピンクになりますね。では開封していきたいと思います。はい、こんな感じになっております。結構思ったより大きい感じですね。こう手のひらより大きいぐらいのサイズ感になります。でここにジルスチュアートっていう風にロゴが入っております。チャックは割とこういう感じで、ちょっとね、なんて言うんだろう、子供の財布みたいな感じのチャックにはなってるんですけど、開けてみます。こんな感じ。え、良くないですかこれ。はい、中身はねこんな感じになっております。なんか意外と財布感があるみたいな感じですよね。なんかここにこういう感じでね、結構入る感じの小銭入れがついてて、カードの収納が1,2,3,4,5,6,7,8個ついておりますね。結構高校生ぐらいまではカードって全然私なくて、なんかカードケース全然必要ない感じではあったんですけど、大学生になってからバイト始めたりとか、そういう自分のカードを持つ機会がすごく増えて、なんかカード増えて困ってたんですよね。カードケースってでも買うほどでもないからと思って財布をパンパンにしてたんですけど、こういうカードケースね、1個あるとね、カード多い人は便利かなって思いました。まあ私はあんまりしないんですけど、クレジットカード払いの人とかだったら、ここにちょっとだけ小銭入れて、あとはカード持ち歩けばお買い物とかこれでいけちゃうんじゃないでしょうか。結構こういう感じですごくねスリムなので、バッグとかにもポンと入れやすいですね。カラーがねピンクなので、本当に持ってるだけで女の子っぽいっていうのと、ジルスチュアートっていうのがねポイント高いですね。個人的に1個だけ気になったのが、このチャックの部分がねちょっとだけ安っぽいかなって個人的に思うんですね。ここの部分がちょっと私が小学生の時に使ってた財布かなみたいな感じの布になってるので、ここだけ、ここ1個だけ気になるんですが、ここに幅があるタイプになってるので、こうパンパンになったとしてもしっかりこういう風にチャックが閉められるようになってると思います。私とかはズボラなのでね、鍵とかもねポンって入れたりしてもチャックが閉まりそうな感じでいいですね。もともとモアのね雑誌付録はレビューするつもりでいたんですけど、この Wiz の雑誌付録はレビューするかどうか迷ってて、だけど結構この雑誌付録可愛いなと思って買ってよかったなって思いました。こちらの Wiz 5月号の雑誌付録、星5点中3.5 っていう感じです。カードがねめちゃめちゃ多くて困ってるっていう人におすすめしたいです。私とかは結構見かけを重視してしまうタイプなので、ここがほんと、ここのチャック部分がほんと気になりました。採寸のミスみたいなのは全然目立たない感じで、作りは結構しっかりしてると思います。中も落ち着いたベージュピンクでとても可愛いです。はい、ということで今回は Wiz 5月号の雑誌付録をレビューさせていただきました。はい、ということで最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録、チャンネル登録ボタン横にある通知ボタン、評価コメントよろしくお願いします。 Twitter、Instagram も頑張って更新しておりますので、よかったらチェックしてみてください。りちゃんでした。バイバーイ。